男子決勝戦ゼッケン25番西村海斗、ゼッケン48番コンスタンチン・コバレンコ、両者がアナウンスされました。西村海斗、コンスタンティン・コバレンコ、頂点に立つのはどちらか。決勝戦本戦スタートです。画面右西村、左がコバレンコ。さあ入りはどうか。お互いに攻めていく。非常に体格のいい両者ですよね、はい、体格で言いますと西村の方がわずかに上回っています。そうですね、入りの印象はいかがですか。はい、まだ慎重ですね、お互いね、ここは西村としては全日本のタイトルを取るために、はい、勝利するためにはどんなことが大事になりますか。やはりあの気持ちでまず負けない、絶対にこう気持ちを強く持ってですね、気持ちで負けないということ。そしてあとは、まあ、コバレンコ選手、あの足掛けにとらわれすぎてちょっと組み手が小さくなってしまったら良くないですね、今の後ろ蹴りとかいいですね。さあ接近をしている両者、下突きコバレンコ、まあ、西村選手は一発がありますから、思いっきりのいい一発があるので、それがヒットすればというところはありますね。下段を見せた西村、残り1分30秒、後ろ回し蹴り、まあ、いいですね、あのも。少し道着が乱れていますので、それを直しました。さあ前を進める接近戦、突き、そして下段も見せながらという両者です。残り1分です。徐々に動いてきましたかね、はい、西村選手 の時折見せるあの前蹴りのような、まあ、三日月蹴りですね、あれが非常にいいと思いますね。さあ接近、突きに行くコバレンコ、西村も突き返す。残り30秒、コバレンコ下段、蹴りを出す西村、詰めていくコバレンコ。さあ突きに行く、下段も使うコバレンコ、おっと少しバランス崩した。コバレンコ選手パワーありますね。突きに行く西村、あっとここで西村に反則か、注意です。顔面モードですね。ここで本戦終了。最後少し押されてしまいましたけども、それがどう判定に影響するか。決勝戦の本戦判定はどうか。判定を取ります。赤は1本のみでした。2分間の延長戦を行います。2分間の延長戦に入ります。まあ、ちょっと最後コバレンコが攻めに行ってましたよ ね、はいねはい、さあ月の応酬です。体格のいい両者、まあ、ですから一つ一つの月、あと蹴りも結構パワーがありますよね、はい、今の蹴り良かった。さあ西村膝を出した、突きに行くコバレンコ、下段を使うコバレンコ。この延長戦の入りはどうご覧になってますか。そうですね、先ほど最後はコバレンコ選手終盤出たんですけども、またちょっとリセットされたような形で
まだ五分五分という両者、はい、残り1分です。2分間の延長戦です。ここからは気持ちが大切になってきますから、ちょ気持ちを出してほしいですね。さあ少し西村も攻めに行くか。コバレンコの下段接近して突き、今あと顔面オーダー。中一西村です。残りは30秒切っています。蹴りに行く、接近するコバレンコ、下段の応酬、下段を出す、突きも行く、膝も出す、コバレンコかわした。あっとここで掴みがありました。西村に注意2です。ここで延長戦終了。延長戦が終了しました。本戦と同じように最後ちょっと詰められてしまいましたね。判定を出ます。旗は赤だ。赤5本、勝ったのはコバレンコ、全日本のタイトルを取りました。コンスタンティン・コバレンコが西村を下しました。全日本タイトル獲得です。コンスタンティン・コバレンコ選手に決定しました。日本人西村タイトルなりませんでした。最後判定で